外からドライブどっちでもいいからでアウェイしてここのスクリーンアングルディフェンスの当然つけたみたいけど、ただここで3狙いに行くのもありやな。3狙いに行ったら当然ここキックアンドロール起こってるからこことで、あかんかったらまた広がってさばいてでピンダがスクリーンでガッと飛び込んでいくねん。ほんと前これもちろんありやな。で飛び込んだら飛び込む人と要は飛び込んだら次リンダは広がってでそれに合わせて向こうにパーンとアウトミートして、でリンダこちらこう来て飛び込むのかエルボーなのかスリーなのかパンパンでこういうこともできてくる。でそれにタイミングが入る。そっち回りやし、もちろんバックダウンかなと。分かった。で、ディフェンスの状況を見てな、ここで、コウダイがアングルかけて、背中でこっちが空いてるよって言ってくれてるわけよ。それに対して根本がついてきたら、このままここ、行ったら、もらえそうにないな。ほんのやったら、もう、ファイトオーバーしそうやったら、ここでグリッて引っ掛けたらいいじゃん。で、これでこう、まあ、平山がついてきたら、今度ここが空いてくんねんから、分かった、松本。こっち側に下がろうとしてんねやったらキュッてこっち行ったら遠い距離ついていかなあかん。して出してでスクリーンかけてでどんな飛び込みが出してもいいから、はい、飛び込んでいったら山本が外で入れんといて入れんとでこっち山本出してはい松本でアウェイしてこれ1回目ぐらいに超えて2回目やな。これで高台が例えばスリー合わせにいったら山本は逆サイド広がってこれで2回真ん中のラインリングライン超えて出して真ん中越えて展開したから、はい、そこからはもうフリーで攻めていいです。山本が当然1対1してもいいし松本そこからスリー打ってもいいし